はい、おはようございます。霧島動画です。今週、ネギシステークスの予想を行う前に、先月、1月25日、26日に行われた京都牝馬ステークスアメリカジョッキーズクラブカップ東海ステークスの、結果から、京都牝馬、馬連 8.8 倍、3連単 110.8 倍こちら、当てまして26,560ということで、アメリカズッキークラスカップは見ての通り的中なし、東海ステークスも以下略。そしてね、これ今週と書いておりますけど、先週の間違いでございます。3戦1勝、まあ、一時的中ということで、収支がマイナス1640、回収率が 94%。 そしてね、トータル10戦しまして3勝、まあ、3的中、収支がマイナス33,440、回収率は 65% ということで、まあ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 な、せめて75ぐらいは行ってほしかったなと思っております。これがね、先週までの結果ということですね。今週はね、ネギシステークスの予想を行いたいと思います。東京11レースね、第28回ネギシステークス、これはね、以前ね、ダートの1200で行われておりましたけど、多分フェブラリーステークスの、前哨戦に当たるということで、フェブラリー時代が1600のダートなんで、200メーター繰り上げしたと思います。はい、メンバー的にね、まあまあまあの馬かなとっていう感じですね。だいたいね、ダートの G2 自体が少ないんでね、 G3 がかなり多いんで、まあシワみたいにこのレース出たらええやろうとかね、 G1 出たらええやろうっていうのがないんでね、この先週の水曜日に行われた、川崎記念ではタルマエが勝ってますね。先週の東海ステークスは日本のピロナアワーズですね。まあ、そこら辺で決まりそうな感じもしますけどね。はい。ネギシステークス組。最近はね、ネギシステークス組も結構来てるという傾向もあったりもしますけど。ということで、予想に入りたいと思います。僕の本命はドリームバレンチノ。この馬ね、芝でもね、僕勝ってたんでね。ただね、騎手がね、内パクということで、ちょっと割引が必要かなと思うんですけど、どう思って他にしようかなと思ったりもしたんだけど、やっぱりドリームバレンチノをつけました。やっぱりね、芝での上がりの足を持っているのと、ダートを走ってみたら意外と距離適性がある。でも、重い馬場を2戦した中での2着と1着。そして、この乾いた砂でのレースがどうなるかっていうのが見どころだと思います。2番手にはアドマイアロイヤル、この馬は崩れがないですね。東京は4431、4勝2着4回3着3回崩れないですね。十分軸候補に持ってこいの馬ですね。はい、別に感想はありません。次ね、3番手シルクフォーチュンです。シルクフォーチュンね、この馬ね、意外とぶっこんでくるんでね、面白いと思いますだけです。カペラも追い込んでぶっこんできましたんでね、芝走ったりも最近してるんで、結構その変わり目っていうのは面白いと思うんで。でも前走ダート1200のね、あと1200だったんで変わり目はないんですけどね。まあもともと距離自体、1600の方が多分よく走ってたと思う気もしますんで、もしかしたら一発掛けあるかなと。はい、ブライトライアン4番手、まあまあね、騎手がね、戸崎になったということで、福永やったら本命かなと思ったんですけど、ね、福永君が社交したということで、社交したかどうか知らないですけど、2日間の起動停止ということで、戸崎に変わったということで、戸崎と僕はあんまり相性悪いんで、はい、下げてます。そ
そして、セイクリズムとスノードラゴンとゴールスキーね、ここら辺つけてみました。感想は、ありません。スノードラゴンが来たら面白いと思います。スノードラゴンね、東京を走るかどうかはちょっと、まあ、中山の方が走ってるんでね、東京も2勝2着2回来てるんで面白いと思います。この馬が穴候補だと思います。ということで、本命ドリームバレンチの2番手アドマイアロイヤル、シルクフォーチュンブライトライアン、そしてセイクリズムスノードラゴンゴールスキーという感じになっておりますんでね、馬券の方はね、3連単の二等軸マルチにしたいと思います。ということで、8番と2番を中心に、6番、5番ですね、5番と6番、そして外枠の13番、14番、16番、3単マルチ30点ですね、かけ200で6000、そしてね、バレンチノから馬連を抑えます。2番5番6番13番14番16番、馬連6点、4000円なんで、6530でいいです。500 3000で9トータル、間違えましたね、ここですね、はい、9000円となりました。ね、振り返ってみると、ドリームバレンチのアドマイアロイヤルから、二等軸の5 6 13 14 16、3連単マルチの30点の200円ということで6000円、そして馬連の8番から2 5 6 13 14 16、馬連6点かける500ということで、3000、合計9000円。今週の予想はこちらのようになりました。簡単なようで難しいような気もします。もしかしたらドリームバレンチのが飛んじゃう気もしますけど、まあ、買ってくれるということを、祈っておきます。はい、今週もね、ネギシステークスの他に、シルクロードステークスと、ウィン5の予想をアップしております。ね、チャンネル登録の方もね、もしよければ、登録の方してもらえたら、毎週、僕の当たるか当たらんかわからん、まあ、当たってないやろな、一応ね、3割的中っていう形に、2割5分か3割ぐらいは的中してるかなっていう感じなんで、まあよかったら見てくれたらなと。安い配当しかね、当ててないんで、まあそこそこの配当当てたら、まあまあ、3割ぐらい的中なんで、まあ回収率 100% は超えるんじゃないかなと思っております。はい、ということで、ネギシステークスの、予想でした。さあね、皆さんね、頑張って予想して、フェブラリーステークスにつなげる競馬をしましょう。それではまた。